はい。皆さん、こんにちは。ワナレグリフジです。今回は、沈黙の艦隊。プレイステーションのゲームの続きをやっていきたいと思います。はい。では、ここから総艦に入りたいと思います。魚雷は1番から7番艦が破損ということで使えない状態。後ろから敵の魚雷が迫っているという状態なので、これを大西洋艦隊の下まで引っ張っていって、そこで誘爆させると。まあ、そういう作戦なのかなと思います。では、総艦していきましょう。まずは、ゲディスパークに艦首を向けてデコイを発射。後ろから迫り来る魚雷に食いつかれない速度で移動ということですね。では、まずは速度を上げつつですね、敵の位置を探っていきたいと思います。一斉に魚雷が迫ってきてますね。ではちょっと速度をさらに上げましょう。50までですかね。さらに、速度を上げていきます。ポリマーを発動させて今60ノットまで出していきます。圧倒的なスピードですね。これで完全に魚雷を振り切った形です。さて。デコイがゲディスバーグの下を通過するということですね。これから起こる誘爆症、確認していきます。
さあ、続いて、大西洋艦隊、空母、ルーズベルト、これの撃破ということになりそうです。ルーズベルトに壊滅的ダメージを与えようということですね。では、送還していきます。まずはルーズベルトを捕捉して、おそらく陣形の真ん中、リンケージの真ん中にいると思いますので、そこまで接近してですね、魚雷を撃っていきたいと思います。魚雷は1番艦しか発射できないと思いますので、その1個をですね、見事に当てていくということになろうかと思います。敵も魚雷を撃っていきますね。マーク48、これをホーミングで当てましょう。あそこにいるのが、真ん中にいるのが、おそらくルーズベルトだと思うので、そのルーズベルトにね、まずは当てたいと思います。当たってくれるかどうか。当たりましたね。ただ、ルーズベルトじゃないかもしれない。戦艦アイオワでしたね。では、ちょっとルーズベルトの捜索をしましょう。目的はアイオワではないので、ルーズベルトを探します。空母から航空機が発艦しましたので、位置を探れそうですね。この先におそらくルーズベルトがいると思うんで、そこまでスピードを上げていきます。一気にルーズベルトとの距離を縮めていきましょう。次の艦隊、艦列かな、捕捉しましたので、速度を少し落としつつ、ルーズベルトを捕捉していきたいと思います。正面から突っ込んでいくような形になってるんですけど、一旦ですね、ルーズベルトを確認してから魚雷の発射位置を探っていきたいと思うので、このまま進みます。これがルーズベルトですね。ルーズベルト捕捉したはずです。ルーズベルト捕捉してますね。原子力空母ルーズベルト。そしたら速度を落として、転打しつつ魚雷を撃ちたいと思います。残念ながらね、魚雷が発射できるのか1番艦のみというところあるので、何発か撃たなきゃいけないかなと思って、魚雷の発射位置ポイントですね、これを探っていきたいと思います。まずは当たりましたね。では、今度は敵の後ろに回り込みます。船部に入って、そこからルーズベルトをまた狙っていきましょう。うまーく回り込んだところで、また魚雷を撃ちます。ルーズベルトも旋回してますね。さあ、これでただ敵の真後ろにつけたので、こっからまた魚雷を撃ちましょう。ホーミング弾、これをルーズベルトに放ちます。放ったら、今度は敵の魚雷をかわさなきゃいけないけど、かわせるかな。かわしましたね。そしたらまた第3発目を放ちましょう。ルーズベルトに当たってます。ちょっと魚雷の爆発値が近すぎて、こちらにもダメージが出ましたが、これは致し方ないとして、次の攻撃に備えます。さらに当てていきます。今のところ3発の魚雷が命中してますね。ハープーンのミサイルも当ててます。敵の攻撃も激しくてですね、なかなか魚雷を安定して撃てる位置を確保できていないんですけども、それでもこうやって何発か当てていくための魚雷発射をしています。こちらもただ魚雷をね、もらいそうな位置にいたりするので、ちょっとうまく相関してかわしていかなきゃというところですね。
命中。撃破しましたね。
はい。というわけで、プレイステーションの沈黙の艦隊、ドラマチックモード攻略完了ということになります。